天美ノルの桜姫は、エーデルは、イスが開発し、マーベラスより2020年11月12日に発売されたゲームソフト。対応プラットフォームは、ニンテンドースイッチプレイステーション 4PC。本作は、北条神、桜姫が、日の江島を支配する、鬼たちに立ち向かうアクション RPG である。神々が住む、いただきの世と、人々が住む、 麓の世に分かれている東方の国、谷戸。頂の世にある神々の戸、お柱戸では、武神と法上神の子である桜姫が両親が、残してくれた財産を食いつぶしては、養親の魂爺にいさめられる、自堕落な生活を送っていた。一方、麓の世では山賊だった侍、田衛門が、一味に奴隷として売られそうになっていた人々を助けて、逃げ出し、その果てに、 いただきの世に続く天の浮き橋に迷い込んでしまう。そこへ、追っ手が現れ窮地に陥ったタエモンたちだったが、騒ぎを聞きつけて退屈しのぎにやってきた、サクナは追っ手を橋から蹴り落として、いさかいを収め、これ以上進んではならないと、タエモンたちに警告する。しかし、限界まで飢えていた、タエモン一行は、警告を無視して、いただきの世に入り込み、主審。 カムヒツキへの供物が収められた倉庫に侵入。そのことに気づいた、サクナ派デンエモンたちを追い出そうとするが、その際に不注意で火災を起こしてしまい倉庫は、所蔵物ごと大破する。この失態の罰として、サクナは、カムヒツキより、タエモンたちと協力して鬼島と呼ばれることを、日の江島を調査するよう命じられる。タエモン一行や島の先住民である足雲らと協力しながら、 日の江島に出現する鬼の討伐やその原因調査に奔走する。苦労知らずの子供だったための苛立ちや、サクナの活躍を心よく思わない勢力からの妨害などにより難航しつつも、タミギエモ門一行との触れ合いなどを通してサクナは、心身ともに成長する。最終的に、日の江に鬼が発生する原因が急適、急的。 大流であることを突き止めた、ナは、大流との戦いにおいて、命と引き換えに本来以上の力を引き出し実質、相打ちとなったが、倒した大流の腹の中に囚われていた両親の、魂が死を肩代わりすることで、ナは生還。またナが米作りで、頂の世を豊かにしたことで、頂の世とふもとの世の精水は連動するという、世界の仕組みが働き、 麓の世にも平和が訪れることとなり物語は大断炎を迎える。本作には稲作とアクションの二つのゲームパートに分かれており、アクションパートで指定された条件を満たすことにより、物語が進行していく。稲作は大きく分けて、田植え期、育成期、収穫期の三期に分類される。稲作を行うことで、主人公の各種ステータスの向上や、 新しい技の習得が発生するため、稲作をやればやるほど戦闘を有利に進めることができる。タウエキデンエモンや市駅動物に農作業を手伝わせることもできる。育成機、収穫期アクションパートは、全体マップから行きたい場所を選び、探索を行うことが基本的な目的である。場所によっては、採用地にボスが待ち構えている場合がある。 場所ごとに目的が設定されており、それを達成することで探索度が上がる。探索度を上げ一定の条件を満たせば新たな場所に行けるようになる。システムとしては横スクロールアクションが採用されており、様々な武器と伸縮自在の羽衣による縦横無尽な移動と攻撃を組み合わせた爽快な戦闘が楽しめる。また、敵の攻撃を受けるなどして探索中に体力がゼロに、 なると、スタート時点に戻される。時間経過により空腹になると、サクナのステータスが変化するほか、夜間は敵が強化され、視界も悪くなる仕様になっている。操作インディーゲームイベントである、ビトサミットにおいて、エーデル・ワイスが、アスタブリードを出展した際に、マーベラス・ USA から次回作の制作協力を持ちかけられたことが、本作の企画の始まりとされる。 当初はエーデルは椅子が開発した花坂か妖精フリージアの続編である花坂か妖精フリージア2の題で企画が始まった。初期の3年はエーデルは椅子のナルト、コイチの2人がコアメンバーとして開発を行っていたが、開発の追い込み時期には10人以上が開発に参加していた。また本作は、基本的にエーデルはイス内製のゲームエンジンを採用し開発されたが、 グラフィック部分には、スーベニアサークのゲーム作品である、クロワルールシグマの開発のためにニャッフホイヤーが開発した、ラグナロクエンジンを、スーベニアクリックが提供する形で採用されている。2015年12月31日のコミックマーケット89において、テンミノルのサクナの代でエーデルは、椅子が PC 用体験版の反復を行った。 2016年8月14日に開催されたコミックマーケット90においてはサクナ稲作なしシー90イナサ体験版2016年12月29日に開催されたコミックマーケット91においては作なしシー91新イナサク体験版が反付される E32017 の X シードブースにおいて天美ノルの作な姫がプレイステーション4で発売されることが発表され 同時にプレイステーション4版の私有代も出展された。タイトルはこの時点で確定した。2017年8月11日に開催されたコミックマーケット92において PC 用体験版が反布される。2018年5月10日に公式サイトがオープン。マーベラスが国内向けに販売を行うことが正式発表される。 2018年8月10日に開催されたコミックマーケット94において PC 用体験版が反布される。2019年6月7日、任天堂スイッチ版の発売が発表される。なお、この時点で Steam 版のリリースも確定している。2020年11月11日、Steam 版が配信開始。2020年11月12日、 プレイステーション4版及び任天堂スイッチ版が発売。2021年6月24日、PC 版がエピックゲームズにて配信開始。当初の販売目標は3万本だったが、発売当時発生していた新型コロナウイルスの影響による凄盛需要の追い風もあり、本作のパッケージ版は売り切れとなる店舗が続出し、累計出荷本数が 約2週間で50万本を突破した。ツイッター上ではこの状況について、令和の米騒動とたびたび称された。本作は、稲作の忠実かつ本格的な表現に力を入れていることで注目され、攻略のために、農林水産省のホームページ、お米作り方や、農耕機械の久保田のホームページ、久保田の田んぼ、JA な方のホームページ、美味しいお米になるまで、 当の現実の農業従事者向けの情報サイトの参照が推奨されるなどの現象が見られた。さらに、本作は農業の業界紙である日本農業新聞でも取り上げられたほか、農林水産省の米の消費拡大情報サイト、やっぱりご飯でしょ。からインタビューを受けたことが報じられた。ありがとうございます。